こんにちは、鶴巻温泉治療院の溝口です。左利きはアンドロゲンが作るの話です。人の脳が男性化するかどうかは、胎児の時にアンドロゲンのホルモンシャワーを浴びるかによって決まります。このアンドロゲンが分泌されるかどうかで性別が決定し、また脳も男性化と女性化になるのです。ところで、左利きは男性が女性より多いという調査があります。これにはアンドロゲンが左脳の発達を抑える働きがあることを、ハーバード大学のノーマン・ゲシュビント教授が研究報告しています。大脳は普通、神経細胞が所定の場所に移動しながら、体勢20周くらいまでに骨組みが出来上がります。その時には、左右半球の発達は均一ではなく、初めのうちは右半球の方が早く、左半球は遅いという傾向があるのです。アンドロゲンは神経細胞の移動を遅らせて、そのアンバランス傾向を強める働きがあります。そのために左脳と結びついている右手の発達を遅らせるのです。さらにアンドロゲンが過剰に分泌されると、左脳の発達が極端に遅れ、それが喫音や失書などの言語障害や自閉症を生み出すと考えられ、その症状は左利きの男児に多い傾向があるのです。さらに左利きの人は、右脳が発達していることが言えます。脳は左右で機能を分担しており、右脳は空間や位置感覚、左脳は言語能力や計算能力を司ります。左利きの人は空間認識、想像力に秀でており、左利きに芸術家や音楽家が多いというのはこのためではないかと考えられています。では本日の話はこれで終わります。